大田裕樹は2000年代から2010年代にかけて活躍した日本のフェンシング選手、日本初のフェンシング金メダリスト、公益社団法人日本フェンシング協会会長、国際フェンシング連盟副会長、京都府生まれの滋賀県大津市育ち、大津市立比叡平小学校平安中学校、平安高等学校を経て、同志社大学小学部卒業、 現役当時は森永製菓所属だった。右利き、キレのあるアタックを特徴とする。妻は元 TBS アナウンサーの笹川由里幼少時代は滋賀県を移し比叡平にて過ごす。小学時代はスポショウオスキースポーツ少年団にて、スキーや陸上トレーニングなどで基礎体力を養う。高校時代にフェンシングをしていた父の勧めで、 小学3年生からフェンシングを始め、小中学とともに全国大会を連覇している。平安高校時代には史上初のインターハイ3連覇を達成し、高校2年の時には全日本選手権で優勝した。2004年に1月から岡崎直と山口東留らとアテネオリンピック出場権をかけて多くの国際大会に出場した。3月の韓国国際大会で8位入賞を、 果たすとその後も、確実に上位に進出して出場権を獲得。アテネオリンピックでは3回戦で、ロシアの5人ーブリーナルに敗れ、9位となった。2006年、カタールドーハで開催されたアジア競技大会では、準決勝で2005年の世界選手権2位の超、良介を破る、大金星を上げ勢いに乗り、決勝では、リア・マオを破って優勝。 フェンシング男子フルーレ個人では1978年、バンコク大会以来28年ぶりとなる金メダルを獲得した。2008年、北京オリンピックフェンシング男子フルーレ個人に出場、日本人選手初の決勝戦へ進出。8月13日の決勝戦では、ベンヤミン・クライブリンクと対戦し9から15で、敗れるが、日本フェンシング史上初の五輪メダルである。 銀メダルを獲得した。また、大田が銀メダルを獲得するまでは、フェンシングは1896年の第一回アテネオリンピックで正式競技に採用された8競技の中で、日本が唯一五輪メダルを獲得していない競技であった。銀メダル獲得直後のインタビューで、就職先募集中と語っており、大学院に進むことも示唆していたが、複数のオファーの中から、 高校時代からサポートを受けていた森永聖菓に2008年11月1日入社した森永聖菓での所属は健康事業本部ウィダー事業部マーケティング担当2009年4月より森永聖菓所属のままフランスのフェンシングのクラブチームエクスアンプロバンスに期限付きで在籍突普2戦目となる4月5日のルブニューチャレンジで同チーム加入後初優勝決勝では 北京五輪で敗れた、クライブリンクを破っての優勝だった。5月、日本選手で、初めて国際フェンシング連盟ランキングの1位となる。同年6月にフェンシングワールドカップのハバナ大会で5年ぶりの、勝利を挙げた。オリンピック外戦パレード2012年、ロンドンオリンピックの初戦でいきなり、レンヤミン・クライブリンクと再戦。15から5で勝利し、 前回の雪辱を果たすが、3回戦で、アンドレア・カスターラに、延長の末14から15で敗れた。男子フルーレ団体戦では準々決勝で、ランキング2位の中国に45の30で勝利。準決勝では3位のドイツと対戦。最終ラウンドドイツ2点リードで迎えた残り10秒から、同点に追いつき、延長の末41から40で勝利。決勝では、 ランキング1位のイタリアに39の45の前線の上破れるも日本史上初となる団体銀メダル獲得となった。2012年12月19日フェンシング普及のためスーパーフェンシングを立ち上げた。2013年国際フェンシング連盟の選手委員に選出される。2014年9月に開幕したニガアジア大会では 日本チームにとって1974年テヘランアジア大会以来となる団体フルーレ優勝に貢献した。2015年7月16日、モスクワで行われたフェンシング世界選手権の男子フルーレ個人でアレクサンダー・マシアラスを15から10で破り、初優勝を果たし、2016年リオデジャネイロオリンピック出場権を獲得した。2016年8月7日、 リオデジャネイロオリンピックの個人フルーレの初戦となったラウンドオブ32でギレル・ミトルドに敗れ試合後に現役引退を表明した。同年10月、京都府より新たに創設された京都府スポーツ賞特別功労賞が贈られることが発表される。同年11月に行われる国際フェンシング連盟の理事選に立候補して当選。2016年11月4日、 ウィンさん株式会社を設立、代表取締役に就任した。2017年6月17日、アジアフェンシング連合アスリート委員会委員長に就任。同年6月25日、日本フェンシング協会理事に就任。同年8月11日、日本フェンシング協会会長に就任。日本フェンシング協会会長に就任してからは、様々な改革を行い。 2019年の全日本フェンシング選手権の観客動員数を大幅に増やしたこと等が注目された。2017年12月1日に TBS アナウンサーの笹川由里と結婚したことを発表した。2018年4月20日、京都平安神宮で挙式。2018年3月30日、自身のブログで森永聖果を退職したことを公表。 2018年12月7日、国際フェンシング連盟副会長に就任した。任期は2020年12月まで、2015年の世界選手権で優勝表彰式で金メダルを掲げる太田。ありがとうございます。